こんにちは、速稼塾の久保です。バクちゃん、そしてですね、動画をご覧の皆様、いつもありがとうございます。お世話になります。私にとってはですね、動画を受け取ってくださってる方は本当恩人ですよ。自分の話を聞いてもらえることっていうのはどんなにね、すごいことなのか皆さんも感じると思います。そして最近ではですね、 N 国党の立花隆さんも最初に自分が NHK の不正とか既得権益に対する挑戦っていうのを話した時に誰も聞いてもらえなかった。でも今は多くの方が駅前で話すとね、足を止めて聞いてくれる。 YouTube では数十万人っていう方が見てくれる。ここにもう涙あふれるわけですよね。やっぱり自分の話してることを受け取ってくださってる方っていうのがどんなにありがたいことかっていうのは、 YouTube をね、進めていくとさらによく分かってくると思うんですよね。さあ今回も動画の方を続けていこうかと思いますけども、まずね、バクちゃんの動画ね、バクちゃんさんの動画はやっぱり音声小さいかなと思います。これはほとんどの人がね、音声ちっちゃいんでボリューム上げないと聞けないんですよ。で、音声が小さいとね、再生を離脱する可能性が非常に高いです。これデータ的に分かってるんですけども、自分のこの顔がね、暗く映っていたりとか、と音声が聞き取りにくいと大体ね、アウトしてしまうんですよ。動画の再生を途中でやめて離脱してしまうんですよ。そして動画の離脱率が多いということは、チャンネル登録も起きませんし、リピート再生も起きないですし、プラスですね、 YouTube の評価も低くなるんですよ。ですから音声とこのね、画面の明るさっていうのは、まあバクちゃんさんに限らずYouTube をやる方だったらみんなね、こう意識していた方がいいかなと思います。でもですね、特にマイクを買ったりする必要はないと思います。この距離、私もね、30センチ先でスマートフォンとかデジカメを据えて撮ってるんですよ。おおよそはスマートフォンなんですよね。皆さんのお持ちのスマートフォンと一緒です。でもこのぐらいの声で話せばきちんと聞こえてると思うんですよ。で、私も自分で自分の動画を再生してチェックすることがありますけども、あ、ちゃんと聞こえてるなと思えばそのまま行きますし、ちょっと小さいかなと思ったらね、やっぱりこうもうちょっと意識して声をワンオクターブ高くね、高く話すんですよ。今私高い状態ですからね、普通の声とはちょっと違って高い状態で話してます。これもちょっと参考にしてみてはいかがかなと思います。さあそれで動画の内容なんですけども、介護のお話ね、私とそれから山根さんとされてました、させていただきましたけども、そこにね、バクちゃんさんなりのこう介護に対する考え方もあると、もっとこうね、この介護の話っていうのが進むかなと思いますんで、またいずれ聞かせてください。そしてバクちゃんさんは介護の問題に、非常に切り込んでいくときに収入っていうのが大事だよってことをお話しました。本当にその通りです。やっぱりね、全てのね、理想を支えるものっていうのはお金になってきます。お金が形を変えて私たちの夢を現実化してくれるんですよね。お金がない状態で夢を現実化させようと思うと、自分に特別なスキルがあるとか、人を集めることができるとか、出資者が来てくれるような魅力っていうね、もっと難しい問題に直面することになると思うんですよ。まあですんでね、収入を上げていくっていうところはやっぱり忘れないで、進めていこうかなと思います。そして次のテーマだったんですけども、 YouTube コンサルタント、 YouTube 集客術のそうやって動画をね、紹介した動画がありましたけど、私の紹介した動画がありましたけど、みんなアクセス低いじゃないですか。で、アクセスが低いのを、なんだこんな人がコンサルタントとか名乗ってんのってバカにする人っていうのは、自分でも動画アップロードできなくなってきます。なぜならアクセスの低い人に対してそういう風なね、侮蔑の気持ちを向けるってことは、自分がアクセスが低いことを恐れてるってことの裏返しでもあると思うんですよ。ですんでね、再生数がたとえ1でも0でも、この動画を発信するっていうところにたどり着くまでにものすごいね、距離があると、ほとんどの人はできないってことを現実と捉えると、やっぱりね、勇気を持って自分は一歩を踏み出したんだ、この再生数0とか1をよし10にするぞ、100にするぞ、1000にするぞっていう意思をね、そがないようにどん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 前に進んでいっていただいて、再生数が1でも、チャンネル登録者数が1でも、これが非常にありがたい、人の気持ちを動かしたんだっていうふうに前向きに捉えることが必要だと思うんですよね。そしてバクちゃんさんのところにはコメントが入っていたと思います。そのコメントが入ってきたことを一つの動画にするのも一つの手なんですよ。そうするとコメントを書いた人は、ああ書いてよかったと思うわけなんですよね。また書いてくれますから、そういう風にして自分のね、ことを見てくれた人に対する感謝動画っていうのもやっぱりね、コンテンツの量産に一役買うわけなんですよ。プラス投資の話されてましたよね。投資の考え方はいろいろあると思いますけども、まずはね、自分の考え方を間違ってもいい、後々変更するかもしれないけども、今の時点で投資をどういうふうに捉えるかってことをお話しするのはすごく大事です。そういう意味では複利のことをお話しされてましたね。素晴らしいと思います。そしてもう一つは、成功者の投資の考え方も、自分が学んでいる方とかね、自分が目標にしている人の投資の考え方も動画の中で紹介して、そうやって自分の考え方と比較することができますよね。こういった動画も一つの重要なコンテンツとかになってきますので、考えてみられてはどうかなと思います。で、最後になりますけども、複利の法則っていうのがありますよね。本当人類史上最大の発見ではないかなと思います。投資ではこの複利の法則っていうのが非常にね、有用だと私も思います。
と同時にですね、複利の法則には最大のリスクがあるんですよ。これもやっぱり認識して捉えて紹介していかないといけないと思います。それはですね、複利の運用している限り常にゼロになる覚悟がいるってことなんですよ。で、複利の運用ってことは生まれた利益をまたね、原資に組み込んでさらに再投資するってことなんで、いつでもゼロになるんですよ。全資金ゼロになるんですよ。でも複利じゃなくて単利運用だと、出た利益をよそにキャッシュアウトして、でまた元金でまた勝負するって形なんで、私が今 FX でやってるのはこれなんですよ。 FX でやってるのは月の頭に100万入れて月末に100万に戻すって形なんですよ。ですんで得た利益っていうのは全部ね、他の投資に回すための余剰資金にどん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 なっていくんですよ。でそういう形で単利と単利をうまく組み合わせて、全体として強烈な単利にしてリスクをヘッジするっていう方法があります。で、複利運用はリスクヘッジができない状態でずっと進むってこともあるかなっていうことをね、今回私はね、紹介させていただきます。もちろんね、それを考えても複利の方が優れてると私は思います。ですので、複利運用のものと単利運用のものと労働報酬とビジネス報酬と、まあいろいろね、ポートフォリオを組むときには別種類で組んでいくっていうのが私の考え方でございます。そう考えると、例のやつに対するあれはね、投資ではないんですけども、例のやつの事業参加もポートフォリオの一部であって、あれがなくなっても全体的にはあんまり影響がない形に今はできてるっていうことなんですよね。で、私はね、もう根底にはまたね、情報発信してアフィリエイトかけるっていう奥の手もありますんで、今はアフィリエイトやってませんけども、アフィリエイトをやってもね、私はね、もうなかなかのレベルで今でも再現できると思いますし、それから転売も強いですからね、転売もやっていけるかなと思いますしね、 SNS マーケティングをやったりとかね、もう仮に私が LINE アットやったら何が起きるかなとかってワクワクするんですけども、まあやりませんけどもね、そういった形で、今回涌田さんの動画に対して、バクちゃんさんの動画に対して返信動画とさせていただきました。本当にバクちゃんさんの動画これからも楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。それでは動画の説明欄に、私に送ってくださったバクちゃんさんの動画の、まあ何ですかね、底辺退職4、初心者が超初心者に教えたい投資の基本というね、そういうタイトルをつけておきますので、よろしかったらそちらの方をクリックして再生してみてください。それでは失礼します。